今日も始まりました、たまこチャンネルです。はい、はい、前回の動画ではですね、はい、私があの財務省に出ましたということで、たくさんの方にご覧いただき、はい、たくさんのコメントもいただき、はい、これはですね、広げていった方がいいと思うんですよ。めっちゃ見られてるね。めっちゃ、そうですね、あの見てくれた人とかも結構電話とかしてしたりしてるみたいだよね。そうですね、してくださった方もいるんですけど、それはちょっと後でですねご紹介、そのうちあのご紹介したいと思うんですけれども、あの今回もですね私、あの今回は税務署に、浦和税務署に電話しました、これはですね、あの調子に乗って2回目っていうことじゃないですよ、シリーズ化、違います、シリーズ化はしませんし、もう財務省には私は当分電話はしないです。はい、皆さんがですね、思ったことがあればお聞きしていただきたいと思います、財務省の方には、浦和税務署に電話するのには理由があった、理由があるんですよ。こちらをご覧ください。はい、はい、これはですね NHK のニュースだそうなんですけれども、国の借金減らす効果的な増税策は高校生が議論、埼玉ということで、もう国の借金になってるわけ。何、国の借金減らす効果的な増税策はだよ、増税策、もう増税ありきの記事なんですよ。これひどいでしょ、テーマがもうひどすぎるね。はい、そうなんですよ、高校生たちに税金の制度への理解を深めてもらおうとする授業が埼玉市の高校で行われました。この授業は税制への理解を深めてもらおうと浦和税務署が行ったもので、県立浦和高校の3年生がコロナ禍収束後の財政再建をテーマに、国の借金を減らすためにどんな増税策が効果的か、4つのグループが意見を交わしました。生徒たちはあらかじめ財政の講義を受けた上で、預金が1億円以上の人への貯金税を新たに作るべきだという意見や、そもそも1億円以上の資産がある人が少なく税収が増える効果が少ないなどの意見が出されていました。議論の最後には多数決が取られ、貯金税という新たな課税を作ることを訴えたグループが最も多くの支持を得ていました。参加した生徒は、こういう時に知識を活かせるようニュースや社会情勢に目を向けていきたいと話していました。税務署の担当者は、こうした高校生の中から財政のあるべき姿へ導く人が出てきてほしいと話していました。もうね、あらかじめ財政の講義を行ったって言うんですけど、これはさ、プライマリーバランスの黒字化であったり、まあ、それ前提だよね、財政健全化っていうのを前提に話してるよね、もう増税ありきの話をこの子たちにしてるんですよ、もうこの高校生、浦和高校の人たち、そう、ね、生徒さんたちに頭いい子なんですよ、対してさ、もう完全に刷り込み、そうなんですよ、これを見て、私は、あ、これこそ国民の私たちが、もう知ってる私たちが訴えなきゃって思ったんですよ、浦和税務署にですね、だってそういう選択もさ、例えば新規国債っていう選択もあるよっていうのを高校生とかに言ったらさ、これはないと、もし言ってたらさ、絶対みんなそうするね、そうそう、それがいいじゃん、それがいいじゃん、もう増税するしかないっていう話ですよね、これを見てもう言わないわけにはいかないと思いまして、いかないよね、そうだよね、はい、電話させていただきました。しかもね、この男の方に私はしたかったんですよ、はい、この方、なんか名前のけとくぐらい、そう、そしたらこの人出してって言ったのに、ね、担当者、そうなんですよ、この方出てこないんですよ、これ動画にもなってるんですよね、この記事探すと、はい、流した方がいい、あ、流そうよ、じゃあ、せっかくだから、はい、じゃあではですね、動画を、がありますので、じゃあぜひ動画をご覧ください、はい、どうぞ、どうぞ。浦和税務署が埼玉県立浦和高校で行った授業、コロナ禍収束後の財政再建をテーマに、国の借金を減らすためにどんな増税策が効果的か、4つのグループが意見を交わしました。プランはこちらです。所得税の税率自体も上げつつ、その所得税率を上げることで、税収を増やしていくということが、まあ、良いのではないかと考えました。預金が1億円以上の人への貯金税を新たに作るべきだという意見なども出されていました。日頃のこのニュースとかにやっぱりいっぱい目を向けたりだとか、社会情勢とかをしっかり学んで、こういう時にしっかりその知識を生かせるといいなっていうのはすごく感じました。税制財政をあるべき姿に導いてくれるような人がぜひ出てきてくれるということを大いに期待しているところであります。はい、はい、1分なんですけど、はい、いいじゃん、このような感じなんですよ、そして私、この
税務署の担当者の方にお話が聞きたかったんですよ、うん、そうだよね、まさにこの人だよね。そう、この人から聞きたくて、うん、そういうお電話をしたんですね、うん、実際にはこの人出なかったんですけど、うん、はい、ちょっとですね電話の内容長いんですけれども、うん、聞いてください、うん、はい、浦和税務署電話交換です。あ、すいません、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども。はい、どうぞ。先日浦和高校に授業に行った職員の方がいらっしゃると思うんですけど、NHK の記事を見て、はい、お電話してるんですけど、はい、ちょっとその方にお話を聞きたいんですけど。困りました、お待ちくださいませ。はい、もしもし、お電話変わりました。総務課の佐藤と申します。あ、すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど。はい、はい、NHK の記事を見てお電話してるんですね。はい、はい、先日浦和高校に行かれましたか。はい、ごめんなさい、直接私ではないんですけれども。あ、そうですか。はい、そういったふうには、はい、伺っています。あ、伺ってますか。はい、そこにですね、はい、はい、国の借金を減らす効果的な増税策はって書いてあるんですよね。はい。はい、はい、はい。はい。そして、はい、国の借金っていうのは、私、はい、先日財務省に電話して、確認したんですけれども、政府の借金なんですよね。はい、そうなりますね。はい。そうですよね。国民の借金ではないんですよね。はい。そうですよね。はい。はい。ですが、はい、この記事とかには、国の借金を減らすために、また増税をするっていう話になってるわけですよね、はい、高校生に対して。そうですよね。財政再建のテーマ。はい、ではといった、はい、まず国の財政状況。はい。国の財政状況という、はい、そういう議題でってことですね。はい。はい。だから税金を増やさないと国が持たなくなるっていう話ですよね、これきっと。でも、なんていうか、実際にそういった取り組みをするとか、そういう話ではなくて、はい、まあ、高校生の学生の方に、はい、はい、改めて考えてもらう場を作るという目的で。でもですね、これは国の借金って言ってる以上、はい、そしてテレビとかでは国民の借金って言ってるわけじゃないですか、はい、1人当たり970万円の借金があるって言われてますよね。それっていうのは、私は嘘だと思ってるんですね。違いますよね。違います。はい、はい、はい、はい。そうですよね。国の借金じゃなくて政府の借金っていうことになってる、はい、なってるっていうか、そうなわけじゃないですか。で、その政府の借金っていうのも、日本銀行に借りたり、銀行とかに借りてるわけですよね。それをなぜ国民の借金って言ってるのかもわからないですし、その趣旨で子供たちに教えてるわけですよね。違いますか？はい。なんていうんですかね、国民、まあ、国、なんていうんですかね、その国民の方の、借金だっていうのを、その場で伝えるのが、ちょっと趣旨ではないっていうのがあるんですけど、高校生の方に。はい。高校生の方がそう思ってるんじゃないんですか？はい、そう思ってるんじゃないですか？だから、ちょっと、はい。ごめんなさい。その NHK の方で、はい。そういった、取り上げられ方、ちょっと私実際記事とか、ごめんなさい、拝見してないもので、どういった取り上げられ方してたかわからないんですけど。ああ、そうですか。はい、そうなんです。ごめんなさい。ただ、そういった趣旨で、やってたものではなかった、うん。でも、コロナ禍の収束後の財政再建っていうらしいんですよね、はい、コロナ禍の財政再建。もう はい、国がやってるのって、その財政再建っていうのは、あれですよね、プライマリーバランス黒字化とかっていう財政再建の話ですよね。そうですね、プライマリーバランスとかそういった話にはなってくるんだと思うんですけど、ちょっとどうでしょう、そういったお話だと、ちょっと、はい、ごめんなさい、私下のものと話されてもあれなので、はい、ちょっと別のものに変わってもよろしいですか。あ、お願いします。ございます。はい、いいですか、すいません、はい、散々話して散々話して下のもんだから、すいません、お待たせいたしました、総務係長の高田と申します。はい、ちょっとお聞きしたいんですけど。はい、はい、はい、先日、はい、浦和高校に行かれた方ではないですか？私違いますが、ただ窓口の、担当している係長になりますので、ご意見をお伺いしますが、はい、あ、そうですか。はい、まあ、この記事にも書かれてるんですけど、国の借金っていうふうに書かれてるんですね、はい、国の借金ではなく、はい、政府の借金ですよね。
すいません、何を今ご覧になってらっしゃるんでしょうかね。NHK の記事です。はい。浦和高校に。NHK の方に聞いていただかないと、私たちには何とも記事は書いていないので。違います。でも、浦和高校に、浦和税務署の方が行ったようなんですよ。はい、そうですね。その話を聞きたいんですね、はい、私は。じゃあ、その行った方を出してもらってもいいですか、はい、関係ないから。ませんので。いない。ここにはおりません。はい。どちらに電話すればいらっしゃるんですか、この方は。おっしゃりたいことは何でしょうかね。私一応担当の係長になりますが。あ、じゃあ、でも答えてくださらないじゃないですか。その、あ、いえ、どのような話で、はいはい。この記事には、その、係の方が、担当の方が言ってですね、高校に、はい、国の借金を減らす効果的な財政策は、はい、と高校生が議論っていうふうに書いてるんですよ。だそれを議論させたっていうことですよね。はいはい、国の借金を減らすためにはどんな増税策が効果的か、4つのグループが意見を交わしたって書いてあるんですけど、はいはいはい、そうですよね。だから国の借金っていう時点でこれは違くないですか、はい、政府の借金じゃないですか。そうですね、そうですよね、はい、政府の借金を国の借金って言ったら、はい、国っていうのはって言われたら自分たちの借金になるわけじゃないですか。テレビでよくある国民一人当たり970万とか言われてますよね今。それって嘘なわけじゃないですか、はい、本当は。はい、はい。そうですよね。それを、その浦和高校に行って、浦和税務署の方がそれを説明してるわけですよね。はい、いいです、はい。はい。そうですよね、はい。プライマリーバランス黒字化っていう話もそうですよね。なんて言うんですか。はい。まあ、そもそも税金だけで、その国は賄おうとしてるんですよね、はい、プライマリーバランス黒字化っていうのは。まあ、考え方としてはそうでしょうね。そうですよね。はい、それって合ってると思いますか。いえ、税金だけではもちろん賄えませんので。賄えませんよね。だから借金が膨らむのは当たり前じゃないですか、はい、もう世界中そうなわけですよね。はいはい、そうですよね。なぜ日本だけプライマリーバランス黒字化を目指しているのかがよくわからないんですけれども、それを高校生にレクチャーしてるわけですよね、この行った方たちっていうのは。そのためには、はい、そのためには貯金税を今度はいただこうっていう話ですよね。これ貯金税をっていうのを新たに高校生が考えたのがなんか良かったみたいな感じで書いてあるんですけど、まだ国民から税金を取ろうとしてるんですかって言いたいんですよ。税金を取れば取るだけ、その、はい、国は豊かになりますか。デフレ脱却できますか。できないですよね。できないですよね。なぜそれを分かっていて、はい、皆さんはそういうふうに持っていくのかが私は知りたいんですよ。国の方針が間違えてると思うんですよ、はい、私は。はいはい、なぜそれを進めるんでしょうか。だから、まあ、皆さんがね、はい、きっと分かってると思うんですね。だからそういう人たちがちょっとずつでも声を上げていかないとダメだと思うんですよね。はいはいはい、違いますか。税務署の職員が要は分かってるだろうから、それを国に言うべきだというお話でよろしいでしょうかね。あ、そうですね。それを、まあ、そうですね。ただはいはい、そうです。今こういうことでご要件、ごめんなさい、ご意見いただいていることにつきましては、私たちも上に挙げておりますが、はい。はい。なので、国税庁を通じて財務省に入ると思うんですね。あ、そうですか。だからそれを言っていかないと。はい、はい。あ、すいません。私たちの意見と、皆さんの意見もやっぱり声を上げていただいてってことになると思うんですよ。あ、国民がね、そうですよね。こういうふうに税務省にね、ご利用いただいていることにつきましては、ご意見をお伺いして、一気に対応させていただきたいと思うんですけども。そうですよね、はい。私たちも声を上げていかなきゃいけないなとは思っています。これは、まあ、はっきり言ってテレビとか、ね、まあ、財務省とかもそうですけど。ですもんね。はい。違うことを伝えてると思うんですね。国が成長しないような方向だと思うんですよ。はいはい、今のままのやり方だと、はいはい。はい。そうですよね。皆さんも分かってらっしゃいますよね、きっとね。そうですね、だからそれを、まあ、申し訳ないですけど、その税務署の方がね、はい、高校ね、はい、浦和高校なんて頭のいい子たちがいっぱいなわけじゃないですか、はいはい、その子たちに、はいはい、間違ったやり方を教えてると私は思うんですよ。お分かり、埼玉県にお住まいの方ですよね。そうですよ。なので、よくお分かりだと思うんですが、浦和高校の子たちも、はい、今回の授業で、まあ、要はこういう税金が、要はこれでやろう話をしているわけではないんですよ。ん？ちょっと分かりづらい報道だったと思うんですけども、はい、要はこれで導入してこれでやりましょうって話をしてるんじゃないんですよ。それは分かりますよ。まあ、この子たちはまだ学生なので、はい、ただこういうのがいいんじゃないかっていうお話ですよね、はい、そうなんです。例えばでいいんじゃないかっていうところもありながら、まあ、要はいいんじゃないかっていう提案をしながら、でもこの3グループの中でやっぱりそういうところはおかしいんじゃないかと
はい、今おっしゃっていただいているようなご意見の中にありながら、そういうところで議論が進んでいるところなので、はい、ちょっとあの報道の中で、要はそういうところまであの、まあ、集まる時間の関係もあるんだと思うんですけど、はい、文字の関係もあると思うんですけど、そこまで触れていないのが私たちにとっても非常に、まあ、すみません、あの誤解招くんじゃないかなと思うんですけど、まあ、報道はそうしたら、いつもそうじゃないですか、はい、報道って。はいはい、報道はもう間違いだらけだと私は思ってるんですね、テレビとかも、はいはい、それをちょっと是正していただかなきゃいけないんですけど、この記事だと本当に報道のままなんですよ、いつもの、はいはい、うん、そうですよね、わかりますか、はい、そうですよね、もう、はい、その NHK ってね、平等じゃなきゃいけないのにそれも違うし、その、はい、まあ本当に民間なんて本当にひどいもんじゃないですか、普段から、その、はいはいはい、そこをやっぱりね、高校生に教えるのも、で、そのまま記事にして、やっぱりこれが、はい、やっぱり記事になるとこっちが合ってるんだって思うじゃないですか、高校生は。間違えてないって。そうですよね。はい。そうなんですよ。だからそこが私は間違えてるのにって思うんですよね。はい。はい。これじゃ国は成長しないし、豊かにもならないですよね、日本って。はい。もう衰退しきってますよね。そうですね、そうですよね、分かってますよね、皆さんも。だから私も声を上げたいと思いますが、皆さんも上げていただきたいなと思うんですよね。わ、はい、かりました。すいません。いえいえ、あのおっしゃることはごもっともでして、はい、あのお電話いただいている方も一人か二人ではないんですよ。結構あの報道を見ていただいて、あ、そうですか、皆さんからあのご意見いただいたりとかっていう、まあ、NHK にもかけているよっていう話もあるんですけど、はいはい、あのいろいろご意見いただいておりまして、あ、ま、そうです、あの皆さんも、はい、まあ、まあ、ある意味というのもあれなんですけど、皆さんもやっぱりいろいろ考えていただいてるなというところも私は思います。そうですね、やっぱり日本のね、はい、もうこれ以上ね衰退させたくないっていう気持ちの方が大きいんですよ。はい、はい、すいませんね、非常にあの貴重なご意見いただきまして、皆さんありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。じゃあ、よろしくお願いします。はい、皆さんも。いえ、ありがとうございます。元気係長の高田と申しますので。はい、すいません。よろしくお願いします。また何かありましたら、はい。すいませんが、はい。失礼いたします。はい、はい、失礼します。はい、ごめんなさい、最後はいい感じでまとまったでしょ。ごめんなさい、もうね、どん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 ね、感情がね、ヒートアップしてきちゃうの。なんかさ、もう、うん、そうなんですよ。向こう一切喋らって、いやいやいや、喋ってたよ、この方喋ってた。喋ろうとすると被せて、いやいやいや、喋ってたでしょ、前回と大して変わんないんじゃないですか。すいません、でもね、今回の記事は仕方ないと思うんですよ。うん、まあ、前回も前回だけど、うん、そのね、係長っていう方には申し訳なかったですよ、そりゃ、うん、私はだって本人出してっていうのに出さないんだもん。本当だよね、うん、本当だよね、うん、そうなんですよ、私はこの男の人に言いたかったんですよ、うん、でも私が聞きますって言うから、うん、じゃあ聞いてっていう、うん、ごめんなさい、ね、本当にこの方には悪いと思ってますよ。私だって本当に、まあ、この担当者の人と本当は話したかった、ね、そうですよ、担当者の人出してくんないんだもん、うん、そうだよね、うん、この人も話が早いんだよね。そう、だからなんて言うんだろう、いや言ったんですよ、なんて言ったんですかって聞けるじゃん。ね、そうだよね、そうなんですよ、うん、ごめんなさいね、うん、でもあの本当にね、向こうもすごいもう認めてたじゃん、うん、だから、うん、NHK の記事は間違いなんです、間違いというか嘘なんですよ、うん、あれは、あ、というか、うん、ああいう抗議をやっちゃダメなんですよ。そうだよね、そもそもが、うんうん、ねえ、うん、そうですよね、間違った抗議を、その高校生ですよ、しかも高校3年生、うん、もう来年には選挙権が、うん、もう今だって選挙権があるんだよ、うん、まだでしょ、うん、なんか本当はもっとそういういろいろその財政のそういう話をしたんだけど、うん、NHK が変なとこだけかいつまんで記事にしたってこと言ってるけど違うと思うよ。あ、違う。だってもともとあれですよね、記事のあれが、うん、国の借金減らす効果的な増税策はですよ、だから増税ありきの話をもう最初からそのなんだろう、この話し合わせる前に抗議をしたって言ってるじゃん、うん、抗議っていうかあの、うん、レクチャーしてんだよ、教えてるんだよ、うん、その教え方がもう増税するしか日本はないんだよっていうね、言ってると思うんだよね。だからこの本人の人に聞きたかったんだ私は、それを。うん、そうでしょ、そうだね、うん、きっとそのような言い方だと思うんだよね。だからこれですね、ぜひですね、あの浦和高校に知り合いのいる方がいらっしゃったらですね、ぜひあの私の動画を教えていただきたいんですよね。うん、こういう風に電話したんだよって、どっちが本当っていう。そうだね、うん、だから本当に、ま、なんていうのかな、もうさ、学校の、申し訳ないですけど、学校の授業とか、うん、こういう方の授業は信じられないわけですよ、うん、
ね、本当だよね、そうですよ。このようなね、記事があったらもうまた皆さんもお電話していただきたいと思います、本当に、なんかでも急になんかさ、最後のさ、なんかいや、ね、他にもいっぱいなんか、ね、たくさんお電話いただいてるんですよみたいな、このなんか嘘くせえけどさ、なんかね、いや、あると思うよ。いやだったらもっとすぐ話わかるんじゃない。いやだから、マウント取ってんだよ多分。もうさ、困っちゃうじゃん、多分違うかな。え、私はね、こう思いました、こう書いたんですけど、エリート集団の財務省が優秀な高校生を悪の道へ引きずり込んでるとしか思えない。そうなんですよ、高校生の皆さん引きずり込んでるんですよ。まあだからさ、何言ってるんだろうって思ってると思いますけど、本当にね、日本やばいんだよね。そうだよね、こんな授業してるなんてもうありえないんですよ。この浦和高校の子たちってやっぱ当然頭いいからさ、そう、そっからやっぱ東大とかになんか行ったりしてさ、で財務省に入るんですよ、ね、このまま。そう、もう洗脳教育が始まってるんですよ。 だからそこを今私たちがもう知ってるわけじゃないですか、こんなバカな私たちだって知ってるわけで、その人たちが伝えなきゃいけないんですよ。まだ高校生柔軟だから、ね、今ネットもあるし、こういう見てって言って、日本の現状を知れば分かると思うんですよね。だから今もしね、この高校生が見てくれるんであれば、ね、浦和高校の人が見てくれてるんであれば、今後ね、私たちの動画を今までのもちょっと見てもらえれば分かります、日本の現状が、ね、なんでこうなっちゃったのか、それはやっぱり政治の失敗なんですよ、これまでの、だからこの失敗をこのまま続けてたんじゃ、本当にね、日本の貧困化は進むし、自殺者も増える、ね、そうだね、これを止めなきゃいけないんですよ、だから皆さん高校生だったらね、まだ間に合うね、そう、引きずり込まれないように本当のことを知ってほしいんですよ、だから私たちはね、令和新選組を応援してるんですよ、ね、そうだね、そのホームページを見れば分かります、どういう財政政策をすればいいのか、ね、だから学校の先生にも言ってほしいですよこれ、ね、こういう YouTube があるんですけどって言ってもいいですよ、あとは令和新選組っていう政党があるんですけどって、もうね、調べたことを全部言ってみて、ね、そうだね、先生たちもびっくりするかもしれないし、そこでどん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 広がるんですよ、ちゃんとした真っ当な話が、ね、そうだそうだよね、そうなんですよ、広げていきましょう、はい、ちょっと言い過ぎた？いいんじゃないですか、ね、いや本当に今日本がやらなきゃいけないのは、多分ね、緊縮財政の話はしないか、プライマリーバランス黒字化とか、財政健全化の話をね、したと思うの、まあ、そうだよね、税務課の人たちは、違いますからね、今それはね、緊縮財政っていう政治なんですよ。日本はこれから積極財政っていうのをやらなきゃいけないんですよ、積極財政っていうのは国が国債を発行するの、いいですか、なんていうの、お金を作るんですよ。もうお金を作って、じゃん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 国、国民に回さなきゃいけないんですよ、本当はね。そうだ。そう。上限はないですよ。金額の上限はないんですよ。いくらでも吸っていいんです。上限はインフレ率 2%。そうなんですよ。この方でもわかるんだからね。そう。だから、今もう日本はじゃんじゃんお金を吸らなきゃいけないんですよ。海外ではやってることなの。だから、もう頭のいい子供たちだったら、私たちは分からないけど、外国はどうやってるか、日本はどうやってるかっていうのも調べてほしい、そうだよね、どんな政策をして経済成長していったのか、外国が、経済成長めちゃめちゃしてるんだから、日本だけ全然してないの、あ、これね、こんな感じなんですよ、これは G7 なんですけど、あ、G7 ね、そう、日本だけ全然衰退してるでしょ、これが現状なんですよ。なぜこうなってるのか、それはね、もう政治の失敗なんですよ、だからそれを分かれば分かるはず、このね、税務署の人たちが言ったのがね、間違えてるからね、そうね、このおばちゃんが言ってること合ってるから、ね、本当だよ、そうね、今日暑いね、暑いよ、だって子供たちがさ、悪へ引きずり込まれないように頑張らないと、ああ暑いねごめん、すごいなと思って、俺全然入る隙間がないじゃあもうこんな感じ、今日長くなったのでもう多分長いのでこれでやめます、はい、いいと思います、はい、はい、じゃお仕事でお疲れなのでね、はいはい、はいはい、閉めます、はい、このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かったこの動画が少しでも良かったよという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします、はい、はい、じゃあ行きましょう。それでは皆様ご一緒に、合言葉は選挙に行こう。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。